万世橋上流側左岸より、後方の丸みを帯びた建物は、肉の万世。万世橋下流側左岸より、後方右側の建物は、急行通博物館。万世橋は、東京都千代田区にある、神田川に架か,かる橋の一つ。中央通り上にある、秋葉原電気街の南端に位置し、神田駅周辺とを結ぶ橋。橋の北は、東京都千代田区外神田一丁目。 南は、千代田区神田菅町1.2丁目で、南へ渡って、すぐ、JR 中央線の万世強化道橋ガードを潜る。万世橋南詰めのすぐ西にあった、交通博物館の前を通る細い道が、1930年までの旧中央通りだった。神田駅へ向かう、新中央通りと、九段、両国橋を結ぶ、安国通りが交差する。 現在の須田町交差点は1929年に作られたものである。上流には昭平橋が、下流には鉄道橋の神田川橋梁や人道橋の神田触れ合い橋が架かる。南詰めには万世京駅や広瀬武雄と杉の孫七の銅像があったが、どちらも現存しない。日曜日祝日の正午から午後5時は中央通りの歩行者天国のため、 自動車は通行できなかったが、2008年の秋葉原通り魔事件以降、歩行者天国は中止された。2011年の再開時に、万世橋を含む万世橋交差点須田町交差点間は範囲から外されており、歩行者天国の実施時にも自動車が通行可能となっている。橋の下流側南北両橋詰めにそれぞれある地下室は、 諸説あったものの、建設当時の内部資料が多数掲載された書籍が出版されたことにより、南側の公衆トイレ下の地下室は、公衆トイレ以降、北側の地下室は、万世橋警察署の地下倉庫として利用されていたことが判明した。万世橋の前身はに佳境が挙げられる。万世橋の地理的全身の橋は、昌平橋で近代以降に、 万世橋の現在地に最初に架けられた橋である。万世橋の名称上の前身は、筋貝橋の名称変更により、筋貝橋の場所に架橋された万世橋である。本来、中山道の本堂の架橋であった筋貝橋は、明治以降に万世橋に名称変更された上に、場所も200メートルの下流に移され、現在では、中山道のバイパス道路の扱いに変貌。 その反面、筋飼橋に密接して併設され補助的役割だった昌平橋は大元の中仙道に沿った道筋を通っているため、現在は中仙道の本堂として扱われるようになった。複数回の配置変更、名称の変更、役割の変貌などの歴史的経緯から神田川の万世橋及び昌平橋の歴史は複雑を極める。万世橋神田川に架かる橋、 寛永年乾燥家の筋介剖門橋が前進。明治6年に洋風石像のメガネ橋が竣工され万代橋と命名されたが、この名称は定着せず、その形状からメガネ橋の愛称で親しまれ、後に万星橋とも呼ばれるようになった。36年、下流に鉄橋の新万星橋が仮設され、旧来の石像の万星橋は、 元番星郷と呼ばれたが39年に撤去されてしまった。元番星と記載のある橋の親柱が描かれている。明治6年の秋日番星郷を課して明治40年に廃橋となれとも、この橋族に神田のメガネは主と称して全国に知られ、東京の名物と名はなれりと記載あり。清水清風町、東京名物百人一首明治40年8月、番星郷。 メガネ橋より抜粋。ありがとうございます。